校舎群兵庫県立淡路景観園芸学校は、兵庫県淡路島にある、県条例に基づく教育研究機関。また、併設されている、兵庫県立大学大学院、緑環境景観マネジメント研究科も合わせて、解説。学校教育法に規定されない、日本で唯一の園芸分野の実践的専門教育が、特徴。本校のスタッフは、 兵庫県立大学自然、環境科学研究所景観園芸系の教員を兼務している。1999年4月に開校。サンクンガーデンアルファガーデン景観園芸専門家庭、園芸療法家庭景観園芸専門研修、ちづくりガーデナーコース4部門があり、緑地空間、地域づくり、自然と都市の先導的デザイン技術などの調査、研究を行う。 本校の各機能から得られた情報を発信する。淡路地域や県内の産業振興を行う。兵庫県立大学の大学院緑環境景観マネジメント研究科は、兵庫県立淡路景観園芸学校景観園芸専門課程を発展させて、緑環境や景観の分野では初となる専門職大学院として2009年4月に開設。 専門職学位2年の過程で、緑環境景観マネジメント修士と兵庫県、景観園芸士が授与される。教育領域は共通の多保全管理領域、活用デザイン領域、施策マネジメント領域がある。先行の部門と分野は以下の通り、ありがとうございます。